こんにちは、さちです。今日はですね、12月の17日ガンナッチのお誕生日です。イエイ。しかもうちの母と誕生日一緒なんですよ。すごくないですか？今日はガンナッチ仕事なので食事行こうと思ってたんですけど、リクエストを聞いたら肉と寿司が食べたいって言われてそれ両方いっぺんにちょっと厳しいですよね。なので先週のお休みの時に先にですね、大好きな牛タンに行ってきました。そちらと今日はちょっとお寿司を遅めなんで食べに行けるかがちょっと微妙だったので買ってきちゃいました。それでお祝いをしようと思います。12月誕生日3人のお祝いとクリスマスはもう実家でまとめてやることになっているので、今日母の分はちょっとケーキだけ届けてきました。あとはまとめてやります。お食事行けないので大したものじゃないんですけど、レイちゃんとお祝いしようと思います。それではどうぞ。一応お誕生日なんで。すごい盛られてる。これ何段重ね？牛タン、豚バラ、豚バラ？牛タン2段。じゃあ座ってください。レイちゃん、今日何の日？レイちゃん、パパちゃんお誕生日だって。お誕生日。いや、関係ない。はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。レイちゃん、キレてる。ありがとうございます。すごい迷惑そうだよ。なんだよ、レイちゃん。ありがとう、レイちゃん。ママ、ありがとう。はい、食べましょう。いただきます。あ、ちょっと。姉ちゃん、歯みたいな。
近いよ。ね。ここでおやつ手を押さえてレイちゃん、おやつの騒ぎじゃないよ。ハッピーバースデーとユー、おめでとう。このでかいのしかも重てんぞ。レイちゃん、ちょっと来てよ。ケーキを持って待ってよ、レイちゃん。ちょっとね、包み紙買ってきたけどね、足りなかったから貧乏ちゃんも好きで、ね、買っちゃったのこれねえ、まさかのベルちゃん、チョコ食べれない。うん、ダメダメ。うん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 。